より花火を集めました。本日の皆さん、こんにちは。街中でバレンタインデーでチョコをもらわなかった人たちに代わりにホワイトデーを送るというたっぷりホワイトデー企画です。今回それぞれハンデがチームを作ってるんですね。それぞれのハンデが一番もらえたらびっくりする楽しいだろうなっていうものを用意しました。それぞれのなんかハンデが選んでるプレゼント中身、まあ、知ってないんでちょっと今からね聞いてみたいなと。チーム名なんですか？ハンデチョコンです。ハンデチョコン何を言うの？商品挙げると、パターンが入っている。ここチーム何ですか？はい、タニアです。タニスカ、ハンデー。てかもう、見るからに完全に新しい雰囲気出るじゃん。これ、もらったハンデー欲しい？これ、おかしくない？あれ、ここのハンデは少ない？めっちゃなんか、サッカーすごいチンコ押さえてますけど何それ？何？女性もののパンティーです。気狂ってるわ。タニア、ビッグバンです。男性の職人プレゼントを用意しました。もう頭おかしいよやばーこの犯人は。さらに自分からも1万円のアマゾンギフト券を用意しているので、こちらもうプレゼントにさらにアマゾンギフト券も一緒に渡していくという素敵企画です。早速行ってみたいと思います。レッツハンニャー。はい、ポニックハンデです。イエーイ。すいません。こんにちは。おお。これ、挟まれた人に差し上げてるんですこれを。じゃあ、使います。優しい、ありがとうございます。1万円のアマゾン券ですけども、使ってください。はい。というのバレンタイン？チョコレート？チョコレート？ええ。もらった？もらってない。もらってない。プレゼント。ああ、Thank you。Thank you。Not here. In New Zealand. Okay. ありがとうございます。なかなか人がいないね。あーもらいました。もらっちゃった。もらってなかったらプレゼント買ったのに。あー残念。もらった。あーあーバイバイ。バレンタインもらいました。もらってない方がおられたら。おっもらってね。おー僕ちょっとトラック1台分からもらった。おー嬉しい。嬉しいんだけどな。おすごいよ。俺の方がいいやつ。そっちの方がいいやつ。ドローじゃん。やだ。どうしよう。1万円の商品券。やば。1万円か。ありがとうございます。ありがとうございます。これ何に使いますか？ AV 買います。はい、僕ですか？あ、僕ですか？私たちだと思って。カメラ越しに見るとハンニャなんですよ。やってまいりました。ハンニャー。誰が行くかジャンプに決まるかしらね。よっしゃよっしゃ。ジャンプ持ってるね。いくしかないよ。すいません、はい、なんですけど、バレンタインデーでチョコもらいましたね。持ってあのチョコもらってない人にプレゼントがあるのでちょっと受け取ってください。プレゼントです。プレゼント。すいません。はい、今回の現状結果なんですけども、ハンニャのプレゼントセンスがはっきり言ってなかったと
という結論に終わりました。今度はもっといいセンスの範囲を集めたいと思います。うん、もらえないよ。プレゼントプレゼントしますね。でもお金かかるんでしょ。プレゼントお金かかるんですよ。二十歳はそう、二十歳はそう。お疲れ様、頑張ってね。ありがとう、頑張ってね。ありがとうございます。いい雰囲気でしたけどね。